アルファロメオが12月14日に 4C スパイダーの最終モデルとして 4C スパイダーサンサンストラダーレトリビュート、これを北米市場向けに33台が限定生産されると、そういった発表がありました。この限定車は日本でも販売されるということで、3月に発表があったんですけれども、まだその正式にデリバリーされたというような話も上がってないので、今回その公開された画像の方を見ながら解説の方をしてみたいと思います。この限定車の日本での販売数はクーペがね35台、スパイダーが15台、合計50台が日本では販売されると、そういった発表があったんですが、4C のファイナルバージョンというようなことで、当初その名称が正式に決まっていませんでした。 4C ファイナルエディションという呼ばれ方をしていたんですが、今回その北米で発表になった名称が、4C スパイダーサンサンストラダーレトリビュート、こういった名称で販売されるということが決まったようですので、おそらく国内でもこの名称が使用されると思います。それでは動画スライドを見ながら一緒に解説してみたいと思います。ステアリング周りはね特に変更ないみたいです。サイドブレーキの下に専用のインテリアバッジ、これシリアルナンバー付きのようですけども、これが付いています。あとシートはタバコレーザーに、スウェード調のツートンの、シートだそうです。よくアルカンターラのねスウェードを使うようですが、今回はこのダイナミカスウェードというものをね、使っているようです。色は茶色で、これはあのサンサンストラダーレがね、茶色の、カラーリングでしたんで、まあ、それに合わせたかなというような感じです。それとあとこのダッシュボードにはこの専用のインサート、材質はちょっと分かりませんがアルミか何かの、プレートだと思います。それとあと最大の特徴としてこのカーボンモノコックがレッドのクリアの塗装になっています。発表では塗装となってますので、このファイバーが赤いというようなことではないと思うんですけども、実際はねどうなんでしょうか。それとあとサイドミラー、これねちょっとなんかエンボスがついたようなトリコロールの感じでちょっと変わってます。それとあとサイドのインテークなんですけども、これ通常のねオプション設定されているものなんですけども、107エディションとコンペティツヨーニは標準でした。それとサイドエンブレム、アルファロメオチェントロスティーレのね、エンブレムがついているようです。かっこいいですねこの辺は。それとあとスパイダーロールフープカバーのところが、カーボンになっているというようなことです。通常はね樹脂だと思うんですけども、これもオプション設定か何かであったものだと思います。あとねティーポサンサンストラダーレと、この 4C 全体のこのフォルムなんですけども、まあ、非常に似通っているというか、この 4C がこのサンサンストラダーレを、まあ、オマージュしたというようなね、そういった名前を、まあ、いきさつがあるものですから、まあ、今回このファイナルエディションとしてこのサンサンストラダーレという名称を使ったようです。色はこれ専用のねビラデスタレッドという色だそうです。まあ現物見てないんでわからないんですけども、コンペティツヨーネレッドよりも明るい色なんじゃないかなと思います。それとホイールがこれゴールドということなんですけども、思ったよりも薄いようなゴールドですね。サンサンストラダーレのホイールはねもうちょっとまあ、ゴールドが強いというかはっきりしたような色なんですけども、今回薄めのような感じの色で出てきたようです。またね実車を見るとまたちょっと違ってくるんだろうなとは思うんですけども、それとあとヘッドライトの方はね、排気性ノンランプというようなことで、4C の標準車の、LED のものとはちょっと違ってる、まあスパイダー専用というかねつるんとしたタイプの感じのヘッドライトを採用しています。それとヘッドライトサイドには、エアインテークがねついているということで、これは当初設定されていたのでローンチエディションと107エディション、それとコンペティツヨーネ、この車種はね標準で設定されていたと思います。このファイナルバージョンはこれ材質が見た感じがなんとなくカーボンじゃないかなと、そんな風に推測します。カーボンでできてたのはね、コンペティツヨーネはこれ樹脂だったかな。
一番最初に出たね、そのローンチエディションが、カーボン製の、インテグダクトでした。それでファイナルエディションということでね、だいぶその辺豪華に作ってきたなと、そんなような気もします。見た感じが、まあ、本当にファイナルエディションにふさわしいその豪華な仕様というようなね、そんなような気がします。私の、ね、動画を見てらっしゃる方で、まあ、コメントいただいた方でね、このファイナルエディション申し込んだよというような方、何名かおりました。まだ実際にはその納車になってないとは思うんですけども、まあこのねコロナの影響でその納車が遅れてるのかなというようなそんな気もしますし、もしね状況とその辺細かいところとかも、分かっているようでしたらまたコメントいただければ幸いです。以上サンサンストラダーレトリビュート、分かっていることを、お話ししてみました。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でよろしくお願いします。